眼科専門医の平松です。今日は水かけのタイミングとして、じゃあどのぐらいのタイミングでやっていくかってことなんですけども、実際手術をしている時っていうのの水をかける瞬間、水がかかるとやっぱその時は見づらいんですね。ですから水がかかる時はできれば難しい作業をしている時ではない方がいいわけです。これは慣れてからで結構ですけども、超音波チップなどを使っている時に、前に進んでいる時っていうのはどちらかというと吸引している時ですから、余計なものを吸い込んでしまう可能性があるのでちょっと危険な時です。吸ってちょっと戻っている時、休んでいる時であると水をかけていただけると非常に状態として良くなると思います。そして慣れてきたら、水をかけるのは角膜のいわゆる頂点だけではなくて、白内障のチップを入れている傷口にも水をかけてほしいんですね。白内障の超音波チップっていうのは、こう傷がこういう感じであったとして、そこにこうチップを入れているわけです。で、超音波っていうのはそれを飛ばしてるんじゃなくて、ここは振動してるんですよ。振動しているためにここが熱を持っちゃうことがあります。ですから超音波が入っている入り口のところに水をかけてあげると、冷えるわけですね。冷えないと熱を持ってしまって、バーンといって火傷のような状態が残ってしまうことがありますので、慣れてきたらなるべくそこにも水をかけるように注意していただければと思います。特に核が硬いとか超音波のパワーを上げている場合は、このバーンが起きやすいです。手術時間がかかっている場合もバーンが起きやすいので注意していただければと思います。